インピーダンス Z が、ね、極座標の表示になっていますのでこれをです、ね、直行座標に変換してこれで電力を計算する問題です。 Z ドットがですね14の角度60度の極座標をですね、えー、直行座標に変換します、えー、Z ドットがですね14、えー、カッココサイン60度、えー、プラス Z のサイン60度になりますので、えー、インピーダンス Z は14オームとなります、えー、でこの式を展開しますとですね7プラス Z の12オームとなりますので これを直行座標に示すと図1のようになりこの等価回路はですね、図2のようになります。消費電力 P はですねルート 3× 線間電圧×線電流×力率になりますスター結線においてはですね線電流 I は送電流に等しいのでですね えー、送電圧をインピーダンス Z で割ったものになります。コサイン6 0度は2分の1ですので、えー、台位はですね、キロワット表示になっていますので、10のマイナス3乗をかけます、えー。答えはですね、1 5 7 5ットとなりますので、えー、アバウトにですね、1 6キロワットとしました。